お待たせしました。あ、怪我だったのか。そっかそっか。まああのね、本業の方大事にしてもらって、こっちでちょっと悪化させちゃうのも。はるくん、せいわ。はい、はい、僕ね、せいわやっぱリスペクトしてるんですよ。せいわ学園のインスタとかばっかり見ちゃってるくらい。作はそうっすね、もうだからやっぱはるくんぐらいになってくると僕の技のバリエーションじゃ到底かなわないんで、今回ちょっと一発お技狙いで必殺技を引っ提げました。霊気。誤解できた時はすごい喜んでるくらいでしたからね。それが今や、そんなね、こんな霊気なんてあの時の俺に見せてあげたいですよ。そうっすね、まずはチャーハンで1票だから、1票っすよね。1票です。それでも多分余っちゃうと思うんですよね。したらやっぱり余った米に顔描いていきましょうか。米に顔描く明治。昔会いましたよ、ね、ありました。じゃあまず大技期待してますね。はい、優勝目指していきます。頑張ってください。はい。やっぱボブっていう相手、とてもなんか未知数な方なので、まあ、しっかり警戒はしつつ、そうですね、リキ君ともやりたかったんですけど、まあ怪我っていうのはもう仕方ないことなので、まあもうあと決勝なんで勝つだけなんで全力で臨みたいと思います。いや前までがその1分3本って結構もうロングスパンで結構きつかったんで、やっぱ結局実力を発揮できるっていうのがその1分半ぐらいがベストなんで、とても楽しみです。家で楽しく美味しく食べます、家族と一緒に。たまぎわジュニアチャンネル。たまぎわジュニアチャンネル。いつもご覧の皆さんありがとうございます、だいぶお待たせしていた、たまぎわグランプリリフティングのトーナメントですね、これの決勝、行われました。リキコーチが、肉離れで、準決勝を辞退されました。リキコーチ、サッカーねバリバリやってるんでね、ここは大事に至らないように、ちょっと安静にしてもらったっていう形になりました。で決勝は、ボブ VS ハル、玉木屋ファミリーからボブ、そして元清和学園、ハルが激突します。で今まで取ってきて、3ラウンドで取ってきたんですけど、まあ技のバリエーションをギュッと濃縮した方が見応えがあるのかなと思いまして、2人に了解を得て90秒一本勝負という形で決勝は行います。勝った方が米1票となります。果たしてどちらが勝つのか、皆さん最後です。楽しんでご覧ください。それでは行ってみましょう。5秒前。3、2、1。
終了。決まりましたね、レイチ。よいしょ。あれがレイギです。もうこれでいいかな。レイキ5秒前。3、2、1。終了。それでは今から優勝者のもとへ、これを運びます。これ2袋あります。60キロ、紛れもない都合農園、虹のきらめき60キロ、今ちょっと運びますんで皆さん少々お待ちくださいね。セッティング完了です。米60キロになります。じゃあまず判定結果をお知らせします。90秒一本勝負、ボブ VS ハル、5-0、勝者ハル選手来てもらってます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。すごいですねこれ。お母さん喜ぶね。喜びます。こんな60キロもあったら。ありがとうございます。いやー素晴らしい勝利でした。ありがとうございます。あの大技がね、なんといっても、まあ、あの技の数と、最初の大技でみんなやられちゃったの。あ、ならよかったです。ただあのボブもリフティングがね、5回できないとこからあそこまで行って、今回レイキという大技をに挑戦してもらいまして、見事成功させてくれました。ボブにも、拍手を送りたいと思います。どうですか、優勝の長期にわたり、そうですね、撮影してきましたけど。そうですね、まあもう初めから優勝一本目的だったんで、もう最後の最後に一番いい、まあ、プレーを見せれたのかなと。とても良かった。確かに聖夜学園のプライドを持って戦ってくれました。じゃあこれを今から、もうここからはちょっと家がねばれちゃう。そうですね、お米をお母さんのもとへ届けたいと思います。皆さん、長期にわたり玉際グランプリご覧いただきましてありがとうございました。優勝はハルくんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。
送りしました。おー